パリオリンピック登録商標バスケットボール女子予選リーグ C 組日本、ベルギー、日本時間4日、ティエール・モロワ競技場、バスケットボール女子日本代表、世界ランキング9位はベルギー代表、同6位に58対85で敗れた。予選リーグ3試合を終えて3連敗で C 組4位、東京五輪で銀メダルに輝いたチームが、予選で姿を消すこととなった。 日本のスタメンは町田類、31、宮崎沙織、28、林崎、29、赤穂ひまわり、25、高田巻、34の5人。2連敗で迎えた予選リーグ最後のベルギー戦。日本が決勝トーナメントに行くためには勝利が絶対条件。なおかつ他組の3位より得失点差で上回る必要がある。第1球。 日本は3ポイントがなかなか成功せず、逆にベルギーに3ポイントを3本決められ、6の15とリードを許す。さらにベルギーの強いディフェンスでシュートをブロックされるなど、得点を奪えず7対19と12点ビハインドで第1球を終える。第2級、3ポイントが決まり始める日本。赤を、高田、林が立て続けに成功させ18対27と9点差に迫る。 攻撃のリズムが守備にもいい影響を与え、リバウンドやスティールから得点が生まれる。しかし、ベルギーにも3ポイントを3本許し、23から39とリードを広げられて前半を終えた。第3球開始早々、ベルギーに3連続ポイントを許すが、日本も3連続得点で返し、29から45と食らいつく。しかし、 ベルギーの速攻や速いパス回しに翻弄され、点差を詰められず39対61で終える。2位に点差を追う第4球、日本は首相の林が3ポイントを決め意地を見せる。しかしゴール化をベルギーに支配され、日本はシュートをなかなか打てず、逆に3ポイントを連続で決められたい差での完敗となった。今大会は予選リーグ各組の上位2チームと、 3位のうち上位2チームが決勝トーナメントに進出する。日本は東京五輪準々決勝でベルギーと対戦し、逆転勝ちで準決勝に進出した。今年7月の強化試合でも対戦し、65から75で敗れた。